北口幕張駅は、千葉県千葉市花見川区幕張町5丁目にある、東日本旅客鉄道総武本線の駅である。運行系統としては観光船を走行する総武、観光船が停車する。駅番号は JB35、京成電鉄千葉線の京成幕張駅は、相互乗り換え駅である。複々線上の観光船に設けられた島式ホーム2面3線を有する地上駅。駅舎は、橋上駅舎で、出入り口は線路を挟んで両側にある。以前は北口、南口ともに階段しか設置されていなかったが、現在はエレベーターが設置されている。緑の窓口は2013年1月31日をもって営業を終了した。Suica対応自動改札機、指定席券売機設置駅。抽選の用途としては、毎日早朝に1本当駅始発の電車が設定されている。2020年3月改正より、平日の夕方1本のみ当駅で折り返す電車が設定され、総武観光船、幕張行きが見られるようになった。隣接する幕張車両センターに入庫する車両が抽選に入線することもある。後述の花立踏切が本駅への停車を前提として作動するため、回送列車や試運転列車であっても必ず一旦停車することになっている。1998年11月26日より東洋メディアリンクス制作の発車メロディを使用していたが、2010年7月30日にスイッチ制作のメロディに変更されている。2018年度の1日平均乗車人員は 16,088 人であり、中央、総武線の駅としては最も少ない。JR 東日本及び千葉県統計年間によると、近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り、放送大学、千葉県立保健医療大学駅周辺は、閑静な住宅街となっており、南へ進むと、幕張新都心の文京地区の一部が 1km 圏内となる。かつては駅前が狭く、ロータリーがなかったため、バス停留所は駅周辺にある状態であった。しかし、北口から徒歩数分の場所に、北口ロータリーが完成し、2018年5月26日から JR 幕張駅バス停が移設された。それまでの JR 幕張駅停留所であった東洋バス、千葉シーサイドバス本社空きのスペースはバス待機場として使用されている。主な最寄り停留所は JR 幕張駅、京成電鉄幕張駅付近にある京成幕張駅となる。以下の路線が乗り入れ、千葉シーサイドバス、京成バスにより運行されている。また、駅から南にやや離れた幕張駅、入り口停留所には、本数は少ないが平和交通の運行する路線が乗り入れている。当駅と隣の幕張本郷駅との間、幕張車両センターの東側には、東京駅千葉駅間区間を含めた、中央、総武観光線で、唯一の踏切である、花立踏切がある。通過する列車が大変多いため、開かずの踏切になっている。このため、踏切の立体交差化工事が進んでいる。二つあった踏切のうち、幕張駅寄りの第2木根街道踏切は、2004年7月の通称、幕張昆陽近道の開通に伴い廃止された。唯一残った花立踏切でも千葉市による立体交差化事業が進められているが、2006年に、東京都内の同様工事で発生した隆起事故の対策のために建設費の見込みが当初、計画の 1.5 倍に増大したことや、先述した幕張昆陽地下道の開通と千葉市道幕張223号線沿いの商店街の衰退により、交通量が減少したことにより、2011年に工事が中断され、当初の工事計画が見直された。当初は2016年度からの再開を予定していたが、隆起事故防止のため機械掘削を人力掘削に変更したことや、人件費高騰などにより建設費の見込みは当初、計画の2倍以上に達した。2017年度末、千葉市は費用対効果が低く、便益を伴わない事業は行わないべきであるとして、事業自体の中断を決定した。これに対して地元自治会からは不満の声が上がったほか、千葉市は鉄道事業者から踏切の安全対策として別に30億円の負担を要求されることとなった。千葉市では現在計画中の都市計画道路幕張本郷松並線の整備事業の方が本事業より費用対効果が良く、なおかつ時間が経てば建設技術の進展による本事業の建設費節減も期待できるとして、幕張本郷松並線の建設を先行させる予定だが、当該路線についても通過する途中地点で計画されている東幕張土地区画整理事業の花立踏切の周辺を含む花立踏切については、2022年度以降に改めて再開の検討をすることとなった。事業の長期化が見込まれるため、花立踏切から約250メートル東方にある北寺口跨線人道橋にエレベーターを新設し、事業終了までの代替とする予定である。幕張駅北口の土地整理に伴い、現在用地買収を進めている。千葉市の都市計画によれば、完成時期は未定だが、駅北口に駅前広場を新設し、駅前に接続する新たな道路を建設する予定である。東日本旅客鉄道総武線幕張本郷駅、幕張駅から新検見川駅注釈、編集出展、編集広報資料、プレスリリースなど一次資料、編集 JR 東日本の2000年度以降の乗車人員千葉県統計年間。ありがとうございます。